やめじゃに平野氏、し、ようジャニーズ事務所崩壊で夢の共演が現実に、オファー殺到の舞台裏に迫る。ジャニーズ事務所を脱退した元、キングピンスの平野市耀26が新たなステージでの活躍が期待されている。やめじゃにというラベルが原因で仕事が進まなかったが、事務所の崩壊によりその障壁が取り払われ、新たなオファーが殺到している。 特に注目されているのが、元ジャニーズメンバーである山下智久との共演の可能性だ。この記事では、平野仕様の今後の展望と、ジャニーズ事務所崩壊がもたらす変化に焦点を当てる。ジャニーズ事務所崩壊と平野仕様の新たな可能性。ジャニーズ事務所は、 ジャニー北川氏の性加害問題をめぐる騒動に揺れ、新社長となった東山紀之氏がヤめジャニーに対する圧力を否定し、仕事の妨害をしない方針を打ち出した。これにより、ヤメジャニーのアーティストが以前よりも柔軟に仕事を受ける環境が整った。平野市要はこれまで、 ジャニーズを脱退したことで仕事のオファーが減少し、ファッション誌の表紙を飾るなど限られた活動しか見られなかった。しかし、新たな可能性が明けた。ジャニーズ事務所崩壊により、テレビや音楽会社が平野を起用することに二の足を踏んでいた問題が解消され、新たなオファーが舞い込んでいる。TBS からのオファーとやめじゃに共演の可能性。 ジャニーズ事務所を離れた平野紫耀に対し、オファーが殺到している中で、特に注目すべきは TBS からのオファーだ。動画配信サービスネクスト t o v e 放送されたドラマ、クロサギが高い人気を誇り、その成功に惹かれて平野に新たなドラマ出演のオファーが届いたと見られている。クロサギでは平野が詐欺師を演じその演技が高く評価された。 同作は山下智久が主演を務めた2006年の作品を再ドラマ化し、視聴者からの支持を集めた。ここで興味深い噂が浮上している。なんと、平野志洋と山下智久の共演が実現する可能性があるというのだ。ジャニーズを辞めた二人が同じ舞台で共演するという情報は、ファンたちの間で大きな話題となっている。 ウネクストがクロサギのスペシャルバージョンを制作する計画が進行中で、その中で平野と山下の共演が検討されているという。このプロジェクトには1億5000万円の予算が組まれ、3話限定の豪華版として制作される見通しだ。平野仕様の夢、海外デビューへの期待。 平野紫仕様は以前から自身の夢としてダンスや歌での海外デビューを考えていた。しかし、ジャニーズ事務所在籍中はその夢を叶えることが難しかった。やめじゃにのラベルが仕事の足かせとなり、活動が制約されていた。しかし、現在の状況ではその可能性が再び浮上している。 ジャニーズ事務所の崩壊により、平野が海外での活動に前向きに考えられる環境が整った。彼が海外デビューを果たすことで、日本国外でもその才能が広く認知され、新たなファン層を獲得する可能性がある。平野仕様の新たなはじめ夫。ジャニーズ事務所を辞め、新たなステージに挑む平野仕様。 かつてのジャニーズの仲間との共演が現実のものとなり、オファーが殺到している。特に注目されているのは、元ジャニーズメンバーである山下智久との共演の可能性だ。ジャニーズ事務所の崩壊がもたらした状況が、彼にとって新たな可能性を開拓するきっかけとなりそうだ。今後の平野市王の動向に注目が集まる中、 彼のファンたちは新たな舞台での成功を心待ちにしていることだろう。